サルビア、より正確にはサルビアスプレンデンスは、シソカアキギリ族の一種のブラジル原産の草本。俗にサルビアと呼ばれる。標準和名としては、日頃ご層があるが、あまり使われない。スカーレット聖事とも呼ばれ、ここでの聖事とは抗議すなわち、アキギリ族のことである。本来は草丈1メートルに達する多年層であるが、現在栽培されているものは、 ほとんどが愛生種で30から50センチメートルくらいである。葉は耐性し、長さ7センチメートル葉は5センチメートルで虚子がある。葉にも方向がある。花は赤色であり形の先端に穂になり、筒状の額から長い花筒を持つ唇花が出る。唇花につく蜜は微味。白から濃い紫まで様々な花色の園芸品種があり、鑑賞用として、 花壇などに植えられる。非体完成のため、日本の大半など屋外で冬越しできない地域では一年草、扱いされる。花器は夏から秋。発芽的温が比較的高いため、東京付近で路地栽培する場合、4月下旬から5月中旬くらいが巻き時になる。園芸種はほとんど一大広廃種で1袋の種の粒数が少ないので、鉢に巻いて、 後で移植する方が良い。幅度は2ミリメートル程度にする。日向から半日陰の水はけの良い土地なら、比較的栽培は容易であるが、中部山岳地方や北日本など、夏の間で良いなところの方が美しい花が咲く、傾向がある。夏から秋にかけての花壇材料として、最もポピュラーなものの一つである。公園などの公共の花壇にもよく用いられる。サルビア畑。 ありがとうございます。